お疲れちゃんさらっとです。今日ですね、こちら巨大スケルトンリーチャレンジ攻略していきたいと思います。ということで、こっち新チャレンジが聞いてますね。はい、こちらのチャレンジはですね、キョスケを絶対使わないといけません。まあ、これは自分も相手もですね。で、その使ったキョスケは常にレイジ状態になっています。ということで、キョスケがめっちゃ強いです。はい、異常です。もう壊れオブ壊れ、はい、最強なので、いかにキョスケをね対策できるか、そして巨大スケルトンをいかに大量に出せるかが大事になってくるので、まあその辺ちょっとね注意してやっていきましょう。ということで、おすすめの一機がこちらです。はい、こちらキョスケクローンです。はい、キョスケをまあミラーで出していく、キョスケをクローンで出していく、まあキョスケをいっぱい出すよ。そしてまあ墓石ネクロとかで、まあキョスケに対しての受けも強く、まあスケキンはね、まあなんか必須ではないけど、まあなんかこのキョスケとやっぱ相性がいいのと、キョスケにも強いので結構入れとくかなっていうので、まあついでにスケバレとかもね入れて、はい。まあタイトルはおしゃれな骨デッキって感じですかね。はい、こちらでやっていきましょう。マジでこれね、やったことある人はわかると思うんですけど、皆さんが思ってる以上にキョスケが強いんですよ。本当にびっくりするぐらいキョスケが強いので、いやレイジキョスケにレイジ当ててあんま変わんねんじゃね、生き生きしてるぐらい気持ちいい。そう、もうキョスケ本当に強いので、キョスケミラーをおすすめします。で、キョスケミラーはマジで、その13レベルになるんですけど、チャレンジだと。もう13こいつ1体だけで、もうキング行けばね、折れます、キングタワー。はい。普通に、通常のパンチも、マジ300近くあるんですよ。多分11レベルで250ぐらいあるのかな。そう。でも、キョスケ、キングたどり着けば、秒で殴って、殴るだけで1000から2000とか削って、なんならバカでもね、それと同じくらい削るんで、なんかもうほんとキョスケゲーだなっていう印象がありました。さあ、これはなんか、2体目いっちゃう？なんか逆サイドとかでもいいんだけど、なんかせっかくならね、出してあげようぜ、つって。はい、キョスケクローン、つって。いやー、重いんでなと。いやー、やばくない？キョスケがキョスケをさ、瞬殺する速度がもう、異常なの。はい。で、これでここまでたどり着くと、もうバチクリ殴って、あと爆破ダメージで2000ぐらい多分あるんで、これで、ああ、竹変わっちゃったな。どんぐらい入るだろう。あと900。あ、でも思ったほど入んないね。キョスケの爆破は思ったほど入んないけど、もう通常パンチが壊れてるっていう感じかな。さあ、もうここまで来たら、勝ちかかな。で、安心安全の墓石さえ置いとけば、まあ事故もないですし、まあ全然いいかなっていう。だからもチャッチャ降りたいので、一丁一丁、さすがに相手はもう、ああ、へばりついたらもう無理よ。トルネで剥がしてもね、この子マジで走る速度異常に速いのよね。そう、でも優秀なウーバーかよっていうぐらいマジで天才的に速いです。はい、相手のキョスケのバカとかも避けちゃうぐらい本当に速いので、もうキョスケ出しどくで、そこに対して、いやもうすごい強いんだけどね。もうしてくることがね、すごい。さあ、まあこの辺は何でもいいんですよ。別にキョスケで受けようが何でもいい。なんかスケルトン部隊も強いんですけど、なんか墓石の方が先に置けるし、結構確実に、なんだろうな、受けれるイメージがあるな。スケベとかにね、ザップパーンって打たれて、結構ダメージ、なんだろう、キョスケがタワーに届けられるとかが嫌なので、まあそれならもうほんとキョスケ出して、キョスケ出して、まあなんかスケバレ飛ばしてクローンして、もう一回キョスケ出して、キョスケ出して送り返しとくだけで結構十分かなっていう。なんかこういうのにね、スケバレつけてクローン打つとかでも全然いいと思うんですけど、あ、じゃあミニペッカとかにこれ勝てるんですよ、単体で。もう意味がわかんないじゃないですか。まあ、意味わかんないのがクララのチャレンジなんで、意味わかんないぐらいがちょうどいいというかね、おもろい。さあ、でこういうのもマジで重いんで、こいつキョスケで受けてきても押して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 みたいな。まあ押しはしなかったけど、今回はまあボコボコにしてもらって、前でねプリンとか吹き矢はね、ウッドあればウッドで仕留めるかな。なんか柳雨である理由がないかなと思いました。今回のチャレンジはそのラバをね絶対使いたくなると思うんですけど、なんねえか。まあ僕もなったんですけど、おラバ強えじゃん、キョスケ無視すればええやんって。無視したら負けてます。はい、無視できないっす、こいつ。なんで、空で陸避けて飛んでいこうとかっていうではなく、真っ向正面から、陸には陸をね、さらなる強めの陸をっていうので、もう陸でぶっ破した方が、多分勝率上がると思いますね。
そう、ラバだとこの気をつけとかは結局守れなくなる。陸固めにしてもラバは結局ネクロとかウィザードとかでまあ美味しくいかれるかなっていうので、まあ今回は本当気をつけ気をつけ出しまくったからなんとかなるっちゃって感じかな。で今回チャレンジの報酬がまあお金か、基本的にお金で、最後に骨骨スタンプですね。これすごい変態変態野郎にしか見えないんだけど、まあなんか可愛くはない、ちょっとホラー気味のスタンプが燃えるので、骨スタンプですね。まあやり得ではあるんじゃないかなと。まあ簡単だと思うんでね、ぶっちゃけだってこれ置いてね、こう合わせていくだけなんで。さあキョスケにはボス気が強いよと。いやマジでもキョスケがねマジで強い。ぶっちゃけたらペッカイもね戦えるんじゃね、勝てるよ。うん、まあさすがにこのスキル使っていくかからのウッド使ったな。これさめり込ませれるんじゃね、キョスケでいけいけいけ、いや重たい、重量級で重さで、おいさ重さで届けていくからの爆破が2個入ってる。重量オーバー巨大スケルトンかける2、やばいよね。なんかキョスケって体積かな重いんで、今みたいにねキョスケにすると押しちゃうんですよね、相手のペッカとかを。そうペッカも鎧着てる女の子なんで軽いんですよ実際。いやそういうことじゃないかもしんないけど、まあ理論的にはねそういうことなんで、この骨がね重いのがいい味出してますね。さあでここはしっかり陸受け、まあ別になんか受けれなかったら無理して受ける必要もないかなと思うんですけど、まあなんかわかんない、僕めちゃくちゃこういうチャレンジやったらちゃっちゃ負けたくなるんでガン無視してキングとか言っちゃうんですけど、まあ動画的に綺麗に勝った方がいいかなっていうのを考えて、キングいきます。はい、もう守るのめんどくさいんだよ、ね、あんな知らんネクロあれはなんとかなるやろ。はい、キングにキョスケで、わお、それはちょっと話が違う。でもこのペッカをボコボコにするのがうちの巨大スケルトンなんで。さあ、いやこれ止まんねえよ。いやめっちゃ防衛うまくね、エレキの延命ウッドか、めっちゃうめえやん防衛。いやでもこれだけでどんぐらいいくんだい、あと500、ウッド回す、あれめんどいかな。いやウッド回し天才かもしれねえな。でさスケバレでエレキスキル使って、ああキョスケ仕留めたかった。あれこれもしかしたらピンチが訪れているかもしれない、今俺に。気のせいか、370ウッドこれ何周だよ、ミラーあれば4周か、かもキョスケでめり込み合戦するか。まあ、一旦ウッドで削って暇だし、やばい待って、あ落下ダメ入った、危ねえ、おお危ねえ危ねえ危ねえ、マジキョスケ走るの早すぎてさガチですごいよ。うん、かけいそうでも勝てない、早すぎ。さあと3勝キョスケ系です。まあ一旦ね、なんかもうさっきみたいになんかチャラをプレイすると結構危なくなるので、まあチャレンジ巻きたいよって方はぜひやってください。まあでも確実にやるならしっかり墓石置いてキョスケかな。今スケキン出したのはミラーがなかったんでキョスケしたいんでね、キョスケしたら本当になんとかなります。さあスケキンで抑えて、まあキョスケからのまあ右サイドをキョスケ出しておけばいいかな。結局このキョスケの相手はねコスト使わないといけないので、まあスケバレからのクローンとかもありですけどね。あ 2.6 キョスケ2.6 ホグと見せかけた 2.6 キョスケだこれ。さあでも大砲もウッドも多分全部あるからね。まあでもウッドのめり込み、これウッドじゃない、これのめり込み熱いよ、重いから。はい、体重オーバーです。これで、爆破ダメージがね1300ぐらいか入んのか、美味しいね。
いやー走るの早い、怖ーい。まあ、キョスケクロスしとけば相手がキョスケで受けてきても突破できるっていう、ダメージ稼げる上に相手のユニットも処理できるんでね。だから理論上もチート。さあ、まあ1個上の方がいいかな。逆サイのキョスケを確実に釣れるんでね。まあ、マスケめんどくさいですけど、そんなん知らん言うて、なんとかなるやろ。後ろに気をつけ出したいな。なんか走るの早いんで、最悪逃げれるんですけど。マスク処理に。出さなくてもいいか。いや、強い。いや、一応守ります。冷静な男。からの、キョキョ行きてー。キョキョ。いや、延命うまい。マジでうまい。あ、でもこれは、来た。いや縦に並んでないから、いや走れ走れ、いやいい、しかもマスキー処理できるっていう、いやマジで。すげえことになってる。行くぞー、止めれるもんなら止めてみろよ、正面からよ、俺の強強。いやちょ早い早い早い、置いていくなよ、ちょっと待って、早いな。いやスケキング頑張ってる、お願い。いやーめっちゃいい感じのウッズされたけど、いやマジで。ゴリチンパンゴリラゲーム、しかも13だともうキングにへばりついたら終わりよ。はい、さあグッチョゲーム。なんか今みたいなね、相手がなんだろう、キョスケをキョスケキョスケを守れない、火力が薄そうなデッキだったらね、もう真っ向正面ブッチでいけちゃう。はい。さあ、GY かと思いきや GF、グレイブヤードではないと。スケルトンラッシュではないとね。さあ、一旦墓石を置いて、これ悩むよね。キョスケ合わせるかさ、スケキン合わせるかなんだけど。わあ、これクローンか、まあ、ネクロ、出した方が良さそうだな、これ。あ、でもこれは、なんか、キョスケが残れば熱い。戻ってきて。バカに当たるな。当たるよねー。だがしかし、残ったならクローンしてみよう。あ、もったいな。いや、早い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 。いや、マジで。急ぎすぎん？トイレが近い。いや、いいよ。で、ウッド咲いてるんで、これはこれで落ちてゆく。スケキン出しちゃう？せっかくネクロのスケルトン残ってるし。っていう毒血精神で、相手の巨大スケルトンを仕留めてほしいな。いや持ってけ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 、え、あーネクロ強っ、ネクロやばいね。あ、でもこのデッキ使ってでマザネクとか来たらまあもう無理やんってなると思うんですけど、一応ウッドウッドで、まあ、ここ使えば仕留めれるんで、まあ、サイクソロねすれば別にマザネクに対しての事故もなくなるかなっていう。まあしゃあねえから守るか。もうちょっとキョスケキョスケグッドゲームマンで行きたいんですけど、さっきそれでピンチになったので冷静になります。キョスケがね、うん、まあでも基本的になんかみんな同じような、なんか思ってるよりクローンがいないですね。クローン持っていてよかったかなと思うんですけど、全然マッチングしないんで、うん、クローン対策もまあスケバレの落下で芝生とかなんだネクロの範囲ウッドあれば全然十分すぎるかなっていう。はい、あとは走ってください。これはまあ止まんねえ、スケルトン部隊ですら突破しちゃうよこの子たち。うん、足んない足んない言って殴りまくってね。あー、すんごい走る。はい、褒められるよこれで、これやってるだけでやるなっつって、気分になれるもんやん、クララも。さあ、次で、骨骨、変態スタンプ、ゲットです。よろしく。墓石がないのは痛いねん。一番欲しいねん、初手墓石。さあ、端前。マジで、みんなチンパンだな。こうなるんだろうな、このチャレンジはもう。
なら橋前京介でクローンすればね、もしかして勝てるんじゃないかって。これ急いで急いで急いでメリコミ、あでも相手も同じだ。やっぱキョスキ、キョスキが強いってなってんだね。さあさすがにこれはボス級、今んとこねめっちゃ一緒だよ。ウッドも持ってて耐える。いや13強え、怖え。さあ次はミラーがあるので、まあ僕も巨魚かな。まあ巨魚組んでクローン先に打った方が多分理論上有利になるっすね。めり込んで押せるし、爆破早く落として相手のも結局勝利できるんで、巨魚組毒ゲーですね。これさすがに相手はキョスケ回ってんのかな。回ってないな、もう1枚ぐらいじゃない。でここに対して僕クローンしたいんだけどな、まあ打っとくか。いや防衛硬いけど、まあキョスケをしばきつつ落下もすごい。あ、終わった。あ、ウッドが間に合わなかったのか。熱い333、不吉な数字の半分。いやさすがに勝てそうだな。いやマジこのデッキガチ強っすよ。最初穴埋めでやってたんだけど、いや穴埋めだる必要ねえなって。別にロケット押し来てもキョスケのゴリ押しでなんとかなるし、まあプリンとかだったらウッドで十分やろっていう。なんかウッドのサイズ多いですね今回。ザップじゃない、穴埋め全然いなくて、うん、もうボス的とかスケブ考えるときにウッドでいいやろっちゅうことかな。さあもうこれもうキョスケ出したいんだけど、ミラーでめんどくさいんで、これで多分なんとかしてもらって。はい、これでタワー折れて相手のユニットもキョスケの爆破で結構減ると。いやガチ強い、何これ。まあこれさすがに誘導して、なんとかするか。いやー、キョスケ相手のバカに受けたくないんでね、裏に出します。一応走るの早いんで、たまたま避けれるかもしんないんだけど。これ来たんじゃない？さすがにウッドあるんでウッド打つ。いやー、美味しい。あ、これ、あれ絶対止まんねえわ。絶対。あ、待って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 。重っ！てか、スキキン軽っ！最後。俺のクローンを避けやがったよ、あいつら。許さねえ。まあ、でも勝ったからいいか。さあ、ということで、まあ、楽々、10勝かいけたんじゃないでしょうか。スタンプゲッチュー。クランクリンクリン。怖いな。ということで、今のね、チャレンジ席、もう映せないんですけども、ぜひ、参考にしていただければいいなと思います。よければチャンネル、高評価もね、お願いしますと、大塚ちゃんでした。また